上から見る。上から見るとね、同じ目線で撮らん。見下ろすの。じゃあ、タヌキとかダメだよ。なるべく同じ目線。うまいよね。うん。見せな。あの、ウィークエンドの中も入ってきてね。うん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 。はい、皆さん何事が起こるような予感をされて、お集まりいただいてますようですけれども、ここではですね、アジア道の話をいたします。まあ、こういうご時世ですので、ね、皆様注意だけは気をつけながら話を聞いていただきたいなと思います。はい、岐阜観光の渋谷に通します。よろしくお願いします。はい、アジア道なんですけどね、見ていただいて分かると思いますけども、非常に体が大きな動物ですね。陸上で最も大きい哺乳類と言われておりますけれども、まあ、体重もですね、大体、今手前にいますこのアナダというメスなんですけれども、大体4トンぐらいありますね。で、小さいサクラここにいますね、あちらで3トンぐらいですね。で、オスになりますともう5トンぐらいになります。で、まあ、3トン、4トン、5トンと言われてもなかなか皆さんなかなかこうイメージしにくいと思うんですけれども、まあ、身近なものでこう比べてみたりするとね、大きさとか分かると思いますけれども、皆さんご存知でかどうか分かりませんけどね、島根県にですね、出雲大社という非常に有名な神社があります。そちらですね、神楽殿という大きな建物があるんですけれども、ね、そこに、しめ縄があります。大きな大しめ縄といいますけれども、それが大体 4.5 トンという、ね、大きさなんですよね。まあ、そういうのを比べてみますとこの像の大きさがよく分かるかなという気もしますけれども、これ島根県だと結構ドッカンなんですけどね、島根県の方はなかなか血が濃いでらっしゃいますが、はい。で、まあ、象ですね、まあ、その大きな体を維持するためやっぱり食べなきゃいけないわけなんですよね。で、食べ物は草ですね。で、あと木の枝ですね。まあ、そういうものを食べております。まあ、他にその草を食べる動物としてはよく知られてますのは、まあ、鹿とかですね、牛ですよね。まあ、でも牛っていうのは意外よくね、よく聞きますけど、胃も一つしかありませんし、半数も一回しかしない、はい、半数も一回、半数全くしないですね、はい、しない。だからもう象はですね、そうしますとこうどうしますかといったら、とにかく食べるんですよね。たくさん食べる、それが象の戦略です。だから本当に一日中食べるというね。で、まあ、料理にしますとですね、大体一日100キロぐらい、ね、食べると言われています。で、ですけど、その効率が悪いものですから、そのほとんどが糞になって出てくる。100キロ食べたらその半分の50キロが糞になる。1日50キロ糞を出すと言われてますね。非常にたくさん食べる、そしてたくさん糞を出すっていうのがこの象の戦略なんですけどね。まあ、この、まあ、コロナの世の中ですけれどもね、気にこもったりとかしてペットを飼おうかなっていう人たちも皆さんもね、おられるかと思いますけども、夢夢象をですね、うちで飼おうなんてことは思わない方がいいですよね。たくさんの餌必要ですし、たくさんのうんこをします。この勝負大変ですんでね、ということです。はい、じゃあ実際にね、食べている様子ですね、見てもらおうかなと思いますけどね。で、象の特徴の、一つ、また大きな特徴の一つなんですけども、鼻ですよね。この鼻、はい、どうぞ。この長い鼻ですね。この鼻が非常に象の特徴の一つなんですけれども、よく動きます。そしてこの鼻で物を掴んで食べる、そして匂いも嗅ぐ。で、水も飲むのにですね、この鼻を使って、使います。まあ、象と鼻というのは切っても切れない関係なんですよね。で、まあ、私たち人間なんですけれども、その遠い昔にですね、二本足で歩き始めてこの手が使えるようになったという、まあ、これがですね、脳の発達を非常に助けたというか、それから手が脳がすごく発達したって言われております。象もですね、やっぱりこの鼻を使うことによってね、もしかしたら、
非常に賢い動物なんですけれども、脳の発達があったのかも分からないですよね。はい、で今あの見ていきますと非常に小さなもの、持ってます。私持ってます。この落花生持ってますからね。この落花生とかもつまむこともできます、ね、非常にあのよく動くっていうか細かいものもつかめるというそういう鼻の働きがありますよね。そして、今草、これ牧草、ソルボーっていう牧草なんですけれども、まあ、こういうものをつかむことも、できます。はい、でそれ食べる様子もまた見ていただくといいかと思いますけれどもね。はい、まあ、こういう食べる様子分かりますか。どういうふうに鼻を使うかですね、うん、非常に器用にあの使うのが分かるかと思いますけど、足も使い鼻も使いですね、まあ、これが非常にあの何ていうかな、器用といいますかね、賢いと言いますか、まあ、これが本当の食べ方、生活、生き方ですよね。はい、という本当に非常に簡単でしたけどね話はこれで終わります。はい、はい、ということで終わります。どうもありがとう、ありがとうございました。
力すごいね。ほら、人間こうできるぐらいの女。ほら、芦田愛菜ちゃんのプラスロットっていうのが、そう、ゾウの鼻に。しっかり入れてる。